ってしばらくスクショ撮っていい？いいですよ。どうぞどうぞ。洗濯機置いたら。お、何してんだ？ごめん。洗濯機は後で回収して処分するなり売るなりしていいよ。いえ、それはいいんですけど、なぜ置いたんです？マイルームの外って柵ついてるじゃん。柵が入ったスクショもおしゃれで好きだけど、外の景色だけをバックに撮りたいのね。やっと。こうやってキャラの立つ高さを上げてカメラの位置を変えて、スクショ撮るときに柵が映らないようにするのさ。ってことなんですわ。洗濯機いいですね。でしょ。テトちゃんも試す？試します、試します。こんばんは、お邪魔します。テトちゃん、テトちゃ ん、 んこんなポーズどう？かわいい。これはいいね。洗濯機に乗るの流行ってるのかな。シュールですね。なんか忘れてる気がする。なんだろう。せや、今年の水着コスでじっくりスクショ撮ってなかった。ビーチウォーズに来てたり、テトちゃんとスクショ撮ったりはしたけど、一人では水着コスをちゃんと撮ってなかったもんなと。よし、ポーズとカメラセット。一人でエッチめなスクショ撮るのってなんかドキドキ感あるんだよな。2人目もカメラアングル、いろんな角度や距離でカメラを固定できるよ。たくさん試してみよう。ちょっと一回カメラ解除しよう。なんかもっとエッチなアングルある気がする。ふむ。ドルチェさん、いつから、いつから。すみません、声かけちゃまずいかなと。リコミュニケーション。キーワードをゲーム内のチャットで発言してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。